ベーシストあるある、ベース歴によるどんな音楽聴いてるのって質問への反応の違い。ベース歴1年目の反応、どんな音楽聴いてるの、ラッドウィンプスとかワンオクロック聴いてる。いやもう機嫌にして頂点、いつ聴いてもかっこいい。この時の純粋に音楽を聴いてた気持ちを大切にしたい。あーめっちゃかっこいいよね。ベース歴3年目の反応、どんな音楽聴いてるの、何でも聞くよ。説明しましょう、絶対何でも聴いてない。こんな感じの反応する人たちは大抵 J-POP とか流行りの洋楽しか聴いてない。そんな人たちに一撃でマウントを取れる魔法の言葉をお伝えしましょう。あ、そうなんだ、ジョン・コルトレーンのマイ・フェイバリット・シングスとかいいよね。ベース歴10年目の反応、どんな音楽聴いてるの、最近は、説明しましょう、本当に手広くいろんな音楽聴いてる人たちの第一声は大体これ。そこから続いて一周回ってっていうパターンが多い。その一周回って聴く音楽がマジで一周回ってる。一周回ってバンプ・オブ・チキンの昔の曲とか聴いてる。車輪の歌とかめっちゃいいよね。